くじの魅力です。ポンポンポコリネね。はいはい。はい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 。チカ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 。チカチカ。ほら、みんな。ほら、みんな。あ、出てる出てる。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 はいはい。なんだよ。トイレはしてた。もう行ったし。今でかだけ。そう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 。出荷する？ちゃんとうんちは出るね。うんちもしこうしてないことはない。はい、止まりました。
の周りを拭いて回し。よし。ほんと目の色は。でもね。グレー。ね、グレーじゃないね、これね。グレーにはなりようないよな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そうですね。下。あ、ちょ、あ、ちょぶんですよ、あたちゃん。はい、サンジのミルクです。あら、起きて待ちとか。はいはい、はい、ミルク飲んでおしっこします。 2g だけですね。はい、終わりました。タレメッチャ朝ね、朝ね、目拭いて、お目にちょっとね、ついたら拭いてあげるね。はいね、はい、はいね、ね、こちらね。お腹すぐパンパンになるね。チェンジですよ、チェンジ。よいしょと。はいはいはい、お姉さん、チェンジ。よいしょ。はい、よくしまーす。あら、リュックでっちゃい。はい、終わりました。痛い痛い痛い。ちょっとあんた、そろそろ本当あれだね、お姉、ね、お兄さんお姉さん、あらららら、お兄さんお姉さんとちょっとプロレスしてやられないと。ちょっと強烈になってきたね。食ってくれ早く。はい、ネイマッチをね、これもちろん、出さずに連れていきますよ。よいしょと。はい、おっとっと、コマちゃん、バッドリマッチ、コマちゃん遊んでください。キーじゃないんだよ、キーじゃ。ムスターよりはるかるかに大きくなりましたね。はい、あと後でね。よいしょ。あられた。4時半です。今日まだ休みなんで、まあ、3匹が朝ごはん食べてくれたらちょっとあ、朝声が出なくてちょっと聞き取れずにすいません。朝ガラガラになっちゃいますね。さあ起きます。よいしょ。声が出ないのは別に何か具合が悪いっていうんじゃないですけど、なんかすいません、声がかすれちゃいますね。あと扇風機の音がちょっとですね、うるさくて申し訳ありません。本当声出ねえな。はいよ。
いや、またタオルに突っ込んじゃうんですね、水が。水にタオルが突っ込んじゃう。以上にします。おしっこしないでください太郎さん。4時40分ですね。はい、ちょっと手のかからない、彼女の方からパッとかけていきます。はい、いつも通りですね。途中かそうまぶしいご飯、いい音立てて食べてますね。もう寝るときは気がつかなかったんですけど、先に寝るので自分がチュロリンが中で一晩過ごしてますね。珍しい。なのでちょっと、まあ、多分出たいなので先にご飯を食べます。さっきは食べたんですよ。チュロリンカリカリがすごい好きですね。もう4歳ですね。4歳。そうそう、トラちゃんたちと同じ年ですね。8月初旬までですね。猫やりの最初のからいるメンバーの一人です。マックの兄弟ですね。もう入れたよ。はい、おいで。おいでよ。ちょっと観察をしなきゃいけないですね。クッキーとね、クッキーと全員食べてますね。はい、6時ですけど、ちょっと遅くなりましたけど、なんじゃなかれる。はい、みんな入って入って。はい、丸丸入ってよ。丸、あんたらチロリ入って、よいしょっとチロリ、はい、早く入って、早くで閉めるよ。はい、おはようございます。9月28日、木曜日になります。前の動画で出たのよく分かりにくいんですけど、暗くて一応ですね、全員、キクケ姉妹食べましたね。なのでよいしょと、余韻を進めようかな。ただキノコだけちょっと量少ないかな。後から一人でお皿で食べてたんですけど、量少ないかなって思いはするので、よいしょ、はいはいはい、さちょっとエリカだけ捕食しようかなって思います。はい、やられてる。あ、どうしたのこんなに。あ、とっとっと、ありがとう。ちょっと出てきた。はい、タロさんに行きます。今からお皿とかいいかな。ちょっと泣いて、まあちょっと暴れる。ハッチとかですね、レインがいないので、やめてやめて、ランチャー。あ、いや、ハッチがいいじゃん。いや、ハッチがいい。ランチこっちだ。はい、くっそ、どうぞ。
よ、ちゃんとね。あんた食べないでしょ。今欲しがったって。はい、ないか。よし、食欲の秋ですね。間違いないな、こしら。もう、もう、パプさん、これどこに、パプさん、それでいいの？そこ、ちょい、よいしょ。コージはどうしよう。コージは、コージー、あ、聞いた。はい、おいで、おいで、はい、帰ろう帰ろう、おいで、アシロタもおいで、エルモもおいで、はい、あ、はい、キッキン、はい、そっちも入って、ヨンちゃんも来た。はい、ヨンちゃん、ヨンちゃん入り、はいはいはい、はい、キッキー帰ってきましたね。はい、なんか今日も不穏な空気の中で借りたいんです。なんかさ、それをやるから喧嘩になるんだよ。はい、コウジローがいないからです。バランスが取れなくなっちゃうんだし、どうしてますかね。今日は朝からちょっと調子が悪いですね。まっくん食べてますね。つまりこっち側はさっちゃんとぼんちゃんとですね。いつものメンバーが揃わないとやっぱりちょっとめちゃくちゃになるんですよね。ただなんか偶然っていうんではちょっとなくてですね、理由があるんですよね。あれ多分並ぶの、はい、ごめんなさい。良平くん、後ろがいないと暴れるんですよ。はい、ロコちゃん、はい、ロコちゃん、ワンワン、よいしょ、まあ、ちくたびれてご飯がないやで、バイバッタね。
はい、どうしようか。よいしょ。そこで、ここで触れるか。はい、ここで触れる。行こうか。はい、取ってみてね。いいよ、ランちゃん行っていいよ。ランちゃん何してる？そこで。もう行っていいよ。はい、コジおいで。コジ、もうんじゃないんだよ。コジ、コジ、赤ずちょっとコジで釣りして。抱っこ。あ、なんちゃらしっぽ。結局そっち行ったの。あれ、モカちゃん入ってる。入ってんだね、モカちゃんね。あら、こちら。あ、来た来た。あ、ごめんごめん、怒ってるね。遅かったからね、ごめんね。ちょっと今日20分ぐらい遅いよ。千代さん、ごめんごめん、遅かったからね。怒ってんだね。ごめんね、すぐ帰るからね。いつもより30分以上遅れて散歩ですね。ちょっと思ったより掃除も時間かかっちゃって、大変でした。今朝は具合の悪い子たちが、チビたちが良くなってるんで、お医者さんはないので、その分はよいしょ、助かりました。よいしょ。もう日もだいぶ高くなっちゃいました。あれ、雨の予定だったんですけど、まだ晴れてますね。ちょっと足の左足と右足両方にタッチタコができてですね、ちょっとそれが、もう歩くのがちょっとしんどくなるぐらいしぶといので、治療してるんですけど、ちょっとなんか足ひねっちゃったみたいで、その影響でですね。なかなかちょっとしんどい一日になりそうですけど、猫たちは元気です。ウイですね。ちょっとマルちゃんいないね。マル、どれ、さすがお散歩マルちゃん。